こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。この動画では確定で特別なポケモンがゲットできる依頼を受けていこうと思います。サブ任務になるんですが、受けるところが博士の部屋なのでそちらに移動していきます。まずは博士の依頼メモ。おかしなポニータ目撃情報。珍しいポニータを目撃したそうです。調査お願いします。ってことのサブ任務の19。これ、当初多分バサギリぐらいで多分出てくるやつだと思うんですけど、これを受けていきましょう。このクエスト、色違いのポニータがゲットできる任務になってます。他にも珍しいポケモンゲットができる依頼があるので、後半はそちらをしていこうと思います。あ、サブ任務19、ガイド、こっちですね。おお、なんかすごいことになってる。はい、依頼はこの方、ヨタさん。ポニータの件だよな。首を長くして待ってたよ。蹄鉄ヶ原にこの辺では見ないポニータが出るようになったんだ。他のポニータと違っていてなんだか怖くってよ。博士に相談したら珍しいからぜひ調査したいって話になってさ。蹄鉄ヶ原に出る珍しいポニータを捕まえといてくれよ。ということで、珍しいポニータを捕まえてくる依頼が出ました。現場に向かいましょう。黒曜の原野の原野ベースに移動したいと思います。色違い。珍しいポニータがいる。私レッツゴーシリーズの時に色ポニ捕まえたことあるんですが、それ以来ですね。すごく嬉しい。まあ、ついでなんで普通の子も投げてこう。取れるかわからんけど、よしよし、色ポニ。ちょっと届かなさそうですよね。ウィングにしよっかな。お尻に向かって、へい。さあどうでしょう。入った。珍しいポニータ捕獲。報告。珍しいポニータを捕まえてくれたのか。調査隊行ってもすごいんだな。そういえばガラル地方出身のやつが原野のポニータを見て驚いていたな。ポニータが炎の盾神だって。あ、確かにガラルポニータ違うね。変なこと言ってると思ったいたが、青い炎のポニータもいるくらいだ。他にもいろんなポニータがいるのかもな。ポニータだけの話じゃないぞ。色の違うポケモンってどれくらいいるのだろうな。調査隊頑張って調べてくれよ。はい、釣りの実もらいました。続いて、野生では出現しない特別なポケモンをもらうための任務を出す方法をやっていこうと思います。もらえるのがアローラロコンなんですけど、こちらまずロコンを入手しないとこのサブ任務は出てきません。私は今ロコンがいない状態なので、今回は先にロコンをゲットしに群青の海岸に行こうと思います。場所はここです。ロコンが出るところは野生のガーディが出るところの近くなので、そちらに向かおうと思います。岬で出るので、とりあえず出るまで張りましょう。時間経過で出るのか、タイミングがどれぐらい出てるのかはちょっとわからないんですが、ここから探しに向かおうと思います。この辺ストーリーで依頼とライドをもらうときにもうすでに来てるところだと思いますので、探していきましょう。確定でね、ガーディが出るところがあると思うんですが、そのあたりにいると思います。はい、
ここじゃないね、もうちょっと向こうだ。あ、いたいた、ロコン発見。ちょうど木が生え始めてるあたりですね。これなんか見られないようにしたい。もうなんか見つかってる感じするんだけど大丈夫かな。一応なんですけど、ロコンって、逃げやすいような気がするので、これヒソヤカスプレー、足音が聞こえなくするのと、目隠し玉を打ち近づいて、でヘビーボール系、メガトンでもヘビーでもいいんですけど、これを、おこっち来た、いい感じ、後ろから投げる。さあどうだ、で構える、よっしゃ、はい、ロコン捕まえました。でロコンなんですけど、多分ね1匹ぐらいしかねこの辺出ないんじゃないかな。で普段ねガーディーも出るところなので、多分抽選でガーディーなのかロコンなのかっていうのが決まってくるんじゃないかなと思います。あ、ここにもいる、え、結構いる、私あんまり見たことなかったんだけど。でね、これ図鑑登録なのかがちょっとわかんないので、一応2匹いけるかわかんないけど、やりましょう。入るね、よしよし、はい次、3匹目いないかな。ヒソヤカスプレーの効果がなくなりました。ブニャッとまでの間だね、この先ね。そう、ここにはね確定ガーディーがいるんですよね、1匹いないね、2匹だけでした。もうとりあえず2捕まえればなんとかなるんじゃないかと思うので、1回戻って、あ、見つかってる、クエストが出るかどうか確認しに行きましょう。アローラロコンをゲットするためのクエストは、博士の部屋の後ろにある看板に出てくるクエストなので、一度村に戻っちゃおうと思います。え、めっちゃ見つかってるんですけど。おー、終わった終わった、はい戻ってきました。これキューコンは親分で火山のところに出てくると思うんですが、火吹島にいるキューコンではダメです。ロコンじゃないと出ないので、ロコンを捕まえましょう。でメモ確認すると、出てるか、あった、真っ白ロコンの雪隠れ、これです。アローラ地方から来た警備隊のヤンさんはケオケオと呼ばれるロコンを連れているそうです。話を聞いて調査に当たってください。このサブ任務83を受けてガイドします。はい、では移動していきます。場所は純白の塔とです。純白の塔との雪原ベースの隣、アローラーって言ってるおじさんがいるので、アローラーって言いながら話しかけましょう。ヤンさん、君を待っていた、ケオケオたちが遊びに出たきり帰ってこないんだ、探すの手伝ってくれないか。でロコンはあとケオケオって聞かれるのでどっちでもいいです。おっと失礼、故郷のアローラではロコンをケオケオと呼ぶのだ。本当に、ね、初めて聞いたんだけど、サンムーンのアローラ地方ってロコンのことケオケオって言うんだ。へえ。ロコンはロコンだと思ってた。おや、お前は遊びに行かなかったのか。かわいいね。この子がアローラのロコンさ、雪に溶け込む城だろ、一人で探すの難儀でね。まだあと5匹帰ってこないんだ。流れ坂あたりで遊んでるはず。探し出して帰ってくるよう伝えてくれと言われるので、ロコンを探しに行きます。え、この時、え、ここに行きたいので戦場に飛びます。アローラロコンがいる場所ちょっと分かりにくいので、とりあえず一緒に今から探しに向かおうと思います。はい、アップにするとこんな感じのところです。今いるのはここです。で目的地はここで、この周辺にいるってことなので、とりあえず飛んでいきたいなと思います。今ね見てる方向です。ここのベースが空いてるってことは多分ライドができると思うので、ライドして探しに行きましょう。
ただね、だいぶ見にくいので。はい、あ、いました、いました、ロコンちゃん。ここ灯火もあるところだね。1匹目かわいい。はい、1匹見つけました。続いてくるっと回った、多分向こう、どっかいないかな、この辺。あ、いましたね、崖のところに。はい、2匹目ロコン。かわいい剣。はい、これで2匹目です。続いて3匹目ロコン。3匹目ロコンは、はい、この岩のところ。ほい、ケオン。はい、これで残りが2匹です。続いて上の岩場の方に向かって飛びます。2回飛んで、この辺にいそうな気がするんだけど、あ、取りすぎてる。え、もう一個向こうだったか。すぐそこでしたね。なんかいる。ピンプクって結構レアだった気がするんで取っとく。お、入った。はい、ロコンちゃん。はい、この子で4匹目です。残り1。おぶな。ちょ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 、はい怖い。残り1はなんかこっちの方向、これなんて言ったらいいのかな。ここですね。あ、キングリーフがあるところの段です。ここに1匹います。あ、顔が見えない、悲しい。近すぎるとこうなるのか。はい、これで見つかりました。したらヤンさんに報告しに移動しましょう。雪原ベース。うわ、めっちゃかわいい。え、寝てる寝てる。え、かわいすぎじゃない。ほら、あ、これアップにするの、ZL 注目するので、何も注目するポケモンがいないときはこうやって自分の目線にすることができます。めちゃくちゃ可愛いんですけどじゃあ話しかけなきゃ。はい、探してくれてありがとう。君のおかげでみんな帰ってきたよ。これで真っ白ロコンの雪隠れ達成です。経験やメールをもらいました。そしてこの後です。おや、この子はどうやら君のことが気に入ったみたいだ。君さえよければこの子を連れて行ってくれないか。きっと調査の役に立つだろう。ということでロコンをもらいました。俺たちは当面雪原ベースにとどまるんだ。たまにロコンの顔を見せに来てくれると嬉しいよ。ということで、これでロコンちゃんもらいました。で、アローラロコンなんですけど、多分性格が固定じゃないと思うので、好きな性格が出るまでもらう直前のレポートに書いてやってもいいんじゃないかなと思います。私、臆病でした。臆病だ。来たじゃん。はい。レベル40でもらえます。冷凍ビーム、
覚えてる感じですね。ドレインキッス、氷の牙、マジカル社員、冷凍ビーム、覚え持ち。早技とかにもちゃんとなってるのも3つありましたね。これで、ポケモンを1匹捕まえたことになってるのと、図鑑のロコンのところを、もうすでにね、通常ロコン持ってるので、研究レベル追加になるっていう感じです。こんな感じ。はい。残りは、進化させた数とか、火の粉を見た数みたいになってるので、簡単にいけると思います。これからどうするのですか？村に戻ろう。はい。ということで、こんな感じで、色違いのポニータと、あとはアローラのロコン。普通に、色違いのポケモンだったら出てくると思うんですが、アローラロコンはこのクエストでしかゲットできない子なので、まだやってないなっていう方は野生のロコンを捕まえて博士のところの黒板の後ろから受けるようにしましょう。ちょっとせっかくだから出してみましょうか。間違えた。はい。ロコンとロコン。かわいい。アローラのロコンの方がちょっとちっちゃかったですね。この子大きかったのかな。かわいいね。で、通常ロコンは炎の石で、アローラロコンは氷の石で球根に進化するっていう感じです。アローラ球根作りたいときはこの子使わないと作れないっていう感じになってますね。はい。ということで、こんな感じで今回は特別なポケモンをもらえるサブ任務やってみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、See you!